ライフサイエンス統合データベースセンターの飯田圭介と申します。今日は一応タイトルの方はですね、ウェブにおける科学出版と編集というタイトルで、主に編集という仕事はどういう仕事なのかということを中心にお話ししたいと思います。よろしくお願いします。で、今木寺先生の方からも多少ご紹介いただきましたけれども、簡単に自己紹介させていただきます。私は1965年、横浜市の生まれです。で、1988年に、東京農工大学農学部環境保護学科というところを卒業しまして、そのまま、大学院に進学して、1990年に、東京農工大学大学院農学研究科環境保護学専攻というところを修了しました。農学修士です。で、この環境保護学科って多分皆さん全然聞き覚えのない変わったところと思うかもしれませんけれども、今はもうなんか学科の再編でなくなっちゃったみたいなんですけれども、昔々1970年ぐらいなんだと思うんですけど、一度日本でも自然保護とかそういうのが流行った時期がありまして、今も割とそういうのあるんですが、一回また公害とかがあったことがあって、その頃に日本で初めて環境保護系の学科としてできたところです。で、私自身はですね、大学院で何を仕事してたかというと、PCB という環境汚染物質がありまして、それを分解する細菌が見つかったと。で、その分細菌の、生理作用とかを調べる、バクテリオロジー、微生物学の仕事をしてました。で、学会的にも、農学部だったり農外科学会みたいなところで、応用微生物学に近い仕事を、してました。で、卒業いたしまして、そのまますぐ最初に終了後、最初に入ったのは東京科学同人という会社で、皆さん多分ご存知と思いますけれども、ケミストリー、科学とか生化学とかの教科書を主に主力としてやっている会社です。で、あとは生化学辞典とかで辞典を出していたり、あと現代科学、現代化学という科学の雑誌も出しています。で、ここは非常に日本的なクラシックな出版社でして、ここ実は7年いたんですけれども、ここで編集のいろはを一から教わって基礎を身につけたというふうに思っています。で、7年経って今度スプリンガーフェアラーク東京という会社に移りました。これ今会社名スプリンガージャパンと名前変わってますけれども、当時はドイツ日本社もある外資系の出版社でした。で、そこでライフサイエンスの分野の日本語書籍の担当者として担当者というのは自分一人でその分野をやるんですけれども、そこで本の企画編集をやっていました。で、年間10冊程度の本を企画編集制作までやっていたんですけれども、ここでほとんど外資系なんで非常に数字にもうるさくて、売り上げだなんだということをたくさんキリキリ言われて大変だったんですけれども、編集者としてここで独り立ちして一人前に仕事ができるようになったなと思っています。で、ここも7年いて、今度2004年に強力出版のタンパク質拡散構想の編集部に移りました。で、1年後の2005年から編集長を務めました。で、このタンパク質拡散構想というのは、今もちょっとお話しあったように、2010年の1月号をもって休刊になってしまったんですけれども、この雑誌もだから今書店さんに行っても見ることができない、もしかしたら若い人は知らないかもしれないって、知らない時代がそろそろ出てくるんじゃないかと恐れているんですけれども、これ創刊が1956年という非常に歴史のある雑誌でした。日本でも今他に、例えば実験医学さんとか細胞工学さんの雑誌ありますけれども、それよりも20年以上、30年かな、古い、歴史のある雑誌でした。で、いろいろですね、ここではなかなか話しづらいようなこともたくさんありまして、雑誌がいろいろ問題があったりなんだりありまして、結局私自身は1900年の9月に、退社いたしまして、しばらくフリーランスでいました。で、雑誌自体は今申し上げたようにしばらくあったんですけれども、私が退社して割とすぐに休刊が決まって、翌の、1月号で休刊しました。それをあれともかく、私は、2010年4月半年後に、現所属の、ライフサイエンス統合データベースセンターというところに移りまして、そこの特任技術専門員という立場で、今仕事をしております。で、このライフサイエンスデータベース統合データベースセンター、多分皆さんご存知ない、聞いたこともない組織かと思います。私どもは略称 DBCLS と呼んでるんですけれども、これは上にあるように大学共同利用機関法人、情報システム研究機構というところの、一つの組織でして、この大学共同利用機関法人というのは、文部省傘下に昔、
いわゆる国立研究所ですねというのがいくつかあったんですけども、それが行政改革の煽りで、独法化統合する際にできたこの法人です。それで、この情報システム研究機構というのは、4つの研究所が集まってできた組織でして、一番皆さんが身近なのは国立遺伝学研究所がその一つ、それから、情報学研究所、国立情報学研究所という、あとは、統計数理研究所ですか。で、あともう一つはなぜか、極地研究所、南極に探検に行くところがなぜか入ってまして、その4つで、情報システム研究機構というのができたんですけれども、その中に、私どものライフサイエンス統合データベースセンターも、設立されました。で、ライフサイエンス分野におけるデータベース統合化の拠点を形成することを目的として、2007年の4月、約5年前に、設立されました。で、国内のですね、データベースを中心に、データベースの統合化と保全に努め、利便性を高めるための、情報技術の開発やポータルの整備を行ってまして、現在はですね、いろいろ予算の兼ね合いとかプロジェクトの兼ね合いとかあって、割と今度は、統合化に関わる研究開発が割と中心という形にシフトしています。で、この辺のですね、統合データベースの在り方、先ほど木寺先生は日本中のデータベースを統合するとおっしゃってたんですけど、実はちょっとそうじゃなくて、文科省傘下の私どもの組織でして、文科省傘下のデータベースを統合するという仕事をしています。で、生命科学系のデータベースはこのほかにも、例えば経産省にも大きいのがあって、あとは、農林水産省が持っていて、あと医学系だと厚生省が持っている。それぞれ4つがそれぞれ、データベースを持っていて、それを統合しようとしているんですが、政治的な、縦割り行政ですか、省庁の壁というやつで、それぞれ、なかなか統合がうまくいかない中、私どもはなんとかその中で文部省の中を統合を進め、それだけでも大変なんですけれども、その先それら4つを統合することを目標に今活動をしているという状況です。いろいろ組織的にはいろいろガシャガシャして、今後どうなるかもはっきりわからないのが実情です。それで、私が、何の仕事をここでしているかというと、先ほどからちょっとお話し出ていますように、新たな日本語ウェブコンテンツとして、ライフサイエンス新着論文レビューという、サイトを立ち上げ、そちらの、運営をしています。先ほど、一応編集人という肩書きを使わせていただいたんですけども、基本的にこれ僕一人でやってるんで、編集人だか編集長だかペーペーなんだかよく分からない、何でも自分一人でやらなきゃならないというポジションです。で、こちら、アドレスと、あとツイッターの方で、情報を流してますので、そちらの ID を上げさせていただきます。で、トップページ、こんな感じのトップページで、皆さんご覧になっていただければ非常に嬉しいなというふうに思います。で、これの、ちょっと紹介をするんですけれども、私ども、統合データベースセンターでもう一つ別のサービスとして、統合 TV というサービスをしています。で、これは動画で、いろんな、例えばいろんなツールの使い方、データベース関係のツールの使い方などを紹介したり、あとはですね、こういう講義みたいなもの、講演とか講義みたいなものも、録画して、そちらで流すということで、やはり、動画の形でさまざまな日本語のコンテンツを増やしていこうというものです。で、こちらのですね、統合 DB の方でですね、新着論文レビューの方の紹介の、やつも作っていただいたんで、今回は戻して、楽してそれを見ていただこうと思います。ちょっと待ってください。はい、今ちょっと見ていただきましたけれども、まとめますと、この新着論文レビューというものですね、ネイチャー、セル、サイエンス、あとそれらの姉妹誌ですね、などトップジャーナルに掲載された、日本人を第一著者とする生命科学分野の論文につきまして、その論文の著者自身の手によって、日本語のレビューを執筆いただいて、それを、ウェブ上でいち早く無料で公開するというサービスです。で、2010年の9月、今からちょうど、1年と5ヶ月前ですね、にスタートしまして、本日までに、今日何本か公開してきたので273本の、レビューが公開されています。で、大体ですね、全て、対象、例えばネイチャーなりセルなり日本人で書いて、ポストオーソンでみんな頼んでるんですけれども、大体3分の2ぐらいの方が書いていただいています。
で、まあ、そのくらいのですが、あの断っちゃったり、される方もいるので全員の全部乗るわけじゃないんですけども、大体3分の2程度のものは、こちらで公開されているということになっています。でこの、新着論文レビューですね、私どもとしてあの売り物と考えている点が3つありまして、まず1つは早いって言って、これ論文の出版から、1ヶ月以内に公開するようにしています。でどんなに遅くても2ヶ月以内には必ず公開するようにしてまして、これまでだいたい平均で1ヶ月切る日数で、例えばオンラインならオンライン、まあ、紙面体でも一緒なんですけど、出てから1ヶ月内でこのサイトに載せるようにしています。結構作る方、まあ、書く方も大変だと思うんですけど、作る方が大変です。であと多い、年間150本以上の本数は公開するようにしています。まあ、1年半でこれまで270本なんで1年5月か、まあ、大体そのくらいのペースを超えるペースで多分出てると思います。あともう1点、分かりやすい。でこれですね、原稿をそのまま載せるんじゃなくて、一文一文遂行して徹底的に書き直すことで、分かりやすいものを提示しようとしています。でこのあたりの話をちょっと後ほど詳しくしたいと思っています。とこの3つ、早い、多い、分かりやすいというのが、売りでやっています。で、まあ、キーワードとして私持っている3つあって、一つは編集ということ、それから共有ということ、もう一つ統合ということ。この3つがこの新着論文レビューというサービスのキーワードだと。で、今日はですね、この3つのキーワードに沿って、それぞれのキーワードについて説明する形で、これからの後のお話をしていきたいと思っています。で、まずは編集のお話から入りますけれども、先ほど3つの売り物を書きましたけれども、個人的に一番大事だと思っているのは、このとにかく分かりやすくすると、そういうことを一番重視しています。でそのためには何かというと、先ほどのキーワードの最初のもの、編集というのが一番大事だろうなというふうに思っています。でどういうことかというと、原稿いただいた原稿そのままでは、特にちょっと分野の違う専門外の人が読んだ場合、残念ながらそれはそのまで分かりやすいものにならない。専門家同士ならともかく、多少分野が違う人同士になってしまうと、それが、難しくなってしまうというのが、実際の問題です。そこで、まあ、実際には、誰か専門の立場の人が相当に手を加える必要がある。分かりやすくするためには手を入れる必要があるということです。この編集というプロセスなんですけれども、まあ、定義をするならば、専門の第三者が、コンテンツを整え正確性を担保するプロセスであると言えるかと思います。で、まあ、特に、サイエンス分野に限らないんですけれども、これまでのメディアですね、書籍なり雑誌なり、そういういわゆる昔の紙媒体による出版においては、必ず編集者という職能の人がいる。どの程度関わるかはいろいろなんですけれども、基本的には編集者と編集者という職能の方がいて、編集というプロセスを行って、その編集というプロセスが、機能していると言えます。ところが、最近どんどん増えているウェブのコンテンツについては、基本的にはこの編集者という、ある意味著者でない著者と、読者をつなぐ第三者の立場というのがまずなかなかない。でウェブのコンテンツには編集者が不在ということがあって、一つ私どもの目標としては、編集者が介在したウェブコンテンツを作りたいというのが私たちの一つの考え方です。で、その編集の仕事、どんな仕事なのか。まず一つはですね、原稿、私の考えているのは、原稿を商品にする、売り物にするのが編集の仕事だと思っています。で先ほども書きましたけれども、原稿そのままでは実際なかなかそのまま使えるものにはならない。それは多分、文芸作品みたいなものから、サイエンス系のものまで全てに多分言えると思うんですけれども、それを、原稿は基本的に著者がいて著者が書くもので、それ自体でまず一義的な価値があるものなんですけれども、それをやはりある程度きちんと整えるという作業をどうしても必要になります。その整えて、売り物にすると言ってしまえば、きちんと放送して、はいどうぞという形にするというのが、編集の仕事と言えると思います。別の観点、セクレタリーと書きました。秘書ですね、日本語に直訳すれば。
編集実際例えばこのコンテンツをまあ出版物にするなりウェブで公開するなりには非常に事務的な作業がたくさん生じます。例えば著者とのやり取りがあったり、あとはデザイナーさん、ウェブデザイナーさん、あるいは印刷所の方、いろんなやり取りがあって、場合によっては他の出版社から出版の許可を取ったり、いろんな事務的な作業が細々と生じます。そういう細々とした作業をまあつつがなくきちんと行うセクレタリーとしての仕事が編集にとっては非常に大きなウェイトを占めます。コーディネーター、編集者って実はある意味自分では何にもしない仕事的なことがあるんですね。でコンテンツが例えば、まあ、印刷物出版物でもいいんですがある過程において実際文章なり何なり書くのは、著者の方が書きます。あるいは必要に応じてライターさん、ライターという職業の方がいてライターに依頼してライターに書いてもらいます。で出てきたもの、例えばデザインが必要なものはデザイナーに頼んじゃうし、写真が必要だったらカメラマンに頼んじゃうし、でそれが上がってきて今度印刷物にするんだったらばこれ印刷所に渡して印刷所の人に、組版してもらって、あるいは印刷そして製本します。でウェブでも、まあ、まあ自分でもやりますけれども、まあ、それなりの専門のウェブデザイナーの方がウェブで形を作る。でできたものをもし、売るんだったら例えば出版社だったら営業担当の人がいろいろ営業回りしたり下りして、あとは、書店さんが売るということで、編集者は実は何もしてない。何してるかというと、それぞれいろんな今挙げた著者なりライターさんなりカメラマンなりデザイナーさんなり印刷所の人なり、そういう人たちの間を仕事を取り持って、それぞれうまく物をやり取りして仕事を進める、コーディネーションするのが編集者の仕事であるというふうに言います。キュレーター、これはちょっと分かりづらいかと思うんですけども、キュレーターという職業は、一番端的には一番普通には博物館の学芸員さん、博物のことをキュレーターと呼びます。その方がやっている仕事はキュレーションです。博物館の学芸員さん何してるかというと、普通にはこういう標本があったときにそれにきちんと例えば学名を調べてきちんとラベルを作ってどこどこのどういうものかというのを表記して展示する。でその展示物の価値付けをする、どういう価値があってここに展示してるのか、それを必要ならば説明してくれる、そういう仕事です。編集の仕事も似たようなところがありまして、世の中例えばいろんな研究があっていろんな仕事があっていろんな成果がかかっている、そういう中それなりに価値付けをして、でそれはどういう仕事なのかというのを明らかにして、まあ、読者の方に提示すると、そういう意味で、キュレーターとしての、仕事が非常にあると思っています。で、いずれのですね、職能、これらみんないろんな仕事を加わったものなんですけども、いずれにしてもこの編集というプロセスは非常に手間のかかる仕事だなというふうに思っています。人手のかかる仕事、なかなか、自動化なり機械化なりが難しい仕事であるというふうに思っています。で実際の仕事、具体的にはどんな仕事をしているのか、もうちょっと具体化しますと、一応4つここでは挙げさせていただきます。一つは、著者対応です。著者の方がいて、まあ、結局それにいろいろ関わっていかなきゃいけない。最初は執筆の依頼があります。執筆をお願いする、で引き受けてくださるかどうか、で引き受けてくれたら、例えば昔だとですね、原稿用紙を送ったり封筒を送ったり編集用封筒を送ったりしてたんですけども、今はそういうことは多分ほとんどしません。ただ、執筆要項とかこういうふうに書いてくださいとか手引きみたいなのあったらそれを送ったりはします。で、相談して締め切りの日程を定めて、で原稿を受け取って、で受け取ったら受け取りましたという、返事を出す。であと構成刷りが出来上がってきたら構成を送って、でまた、構成を受け取ってという、あと著者からいろいろ質問がある場合もありますし、あるいはこちらから質問しなきゃならないこと、で最終的には出来上がったものを、書籍とか雑誌だったら出来上がったものをお送りする、あるいはウェブだったらここに出来上がりましたから見てくださいと言って URL を連絡すると。で、著者の方といろいろ作業から終わりまでいろんな対応があります。で、大きな点として、例えば原稿だと必ず締め切りがあります。で世の中の皆さんが締め切り通り原稿をくれたらば私ども編集者の仕事半分になると言われてるんですけれども、残念ながらなかなか、締め切りになっても来ない場合が、いただけない場合がほとんどはほとんどです。そうすると、まあ当日はともかくでも2日3日と経ったりするといかがでしょうと、
過ぎましたけどというお尋ねをして、いや忙しくてねとかいろいろあるんですけれども、もうすぐ書くよとか、いつまで書くよとか、いつまで書くよって言うとその日に来るかどうかもわからないと、ということで何度かやり取りして、まあ、原稿をいただくという催促という仕事があります。で、まあ、ある意味私もこの仕事を始めた時に上司に、最初の上司に編集の仕事は催促に始まり催促に終わると言われましたけれども、まあ著作用の催促というのは非常に、重要な仕事になります。全然つまんない、またつまんない話しますけど、催促ばっかりしているといわゆる著者の方からは嫌われましてですね、僕の学会とかで会って顔を見るとまた何か催促と言われてみたり、何も頼まれてないよねと言われたり、ひどい人になると僕の顔を見た瞬間くるっと振り向いて反対が逃げていっちゃうような人、おいおいおいって別に何も用もないし原稿も書かせてないんですけども、逃げる人とか出る始末になって何か人に嫌われる仕事だなと思ったりしたこともあります。はい、続いて原稿整理という仕事があります。でこれさっきの、編集者は何もしないんだって言いましたけども、それちょっとまた違って原稿整理という仕事があります。でこれをします。でこれについてはですね、編集の仕事の革新的なところでもありますので、これから後の時間を取ってちょっとじっくりとお話ししたいと思います。 で進行管理、先ほどコーディネーターという話しましたけれども、まさにそういうことでして、いろんな人が関わる仕事でそれぞれの、をうまく進行管理する必要があります。でこれもやはりいつまでにやってくれいつまでにやってくれというのはあるんですけれども、なかなかその通りいかなかったり、であとどんなコンテンツでも大体いつまで出さなきゃなんないという締め切りがあります。出す期は大体決まってます。で、まあ、いい加減な場合もありますけれども、特に極端な場合は、雑誌とか、まあ、新聞ももちろんそうなんでしょうけど、週刊誌月刊誌は例えば週刊誌だと毎週水曜日に100ページなら100ページのものを売らなきゃいけない、月刊誌でも例えば毎月25日に100ページの雑誌を必ず出さなきゃいけない、そこは今月は勘弁してくれとか半分しかできませんでしたとか、そういうの許されないんですね。本当に許されない。もうほとんどもう、雑誌の編集長とやってると胃が痛くなるような思いなんですけども、そういうことがあると皆さん書くのが遅かったり印刷所が遅かったりデザイナーが遅かったりいろいろあるの全部それをうまく動かして進行をうまく整えて、とにかく期日までに物を作るという、仕事が非常に重要になってきます。それは、非常に進行管理という非常に重要な仕事です。であともう一つ、情報収集ですね。今例えばサイエンスの編集者でもどんな分野が仕事が面白いのか、どんな研究がこれからブレーキしそうなのか、みんなはどういうことを興味持っている、これからどういう研究が進んでいる、でそれは例えばどこのどういう人が面白い研究をしている、で今度どういう人がどういう仕事をしたと、そういうことをいろいろ情報をピックアップして、でそれを、コンテンツに生かしていく、あるいは、まあ、いろいろ新しい情報が入ってきたのをそれを実際のコンテンツの中に生かしていくということがどうしても必要です。そういう意味では情報収集という仕事は、編集者の仕事として欠かせません。それはもうどんな編集者でも多分一緒のことなんだろうなというふうに思います。ただこの編集の仕事ですね、特に、私どもみたいなサイエンス分野の編集者の仕事は基本的にはほとんどデスクワークです。で編集者というと皆さんなんか割とイメージとして割と出歩いてたり、で会議だなんだと言ってたり、ひどいと毎晩飲み歩いてたり、毎日接待だなんたりしてたとか、少なくとも今まで私の編集者人生でそういうことは全くありませんでした。大体もう部屋でっていうか、オフィスで机の前、まあ、パソコンの前に座ってこまごまっとした仕事をしているのがほとんどで、それもほとんどがルーチンの作業ばっかです。で非常に、皆さんのイメージはどうか分かりませんけれども、非常に地味な仕事をしています。ということで、先ほどの4番目の、2番目の話ですか、原稿整理についてこれからしばらくご紹介したいと思います。これは、まあ、原稿を印刷物にするための文書の整理整頓作業、これは、まあ、印刷物じゃなくてもウェブに上げるでも同じで、まあ、コンテンツとして世の中に出すための文章の整理整頓作業なんですが、まあ、具体的には誤字脱字がないかチェックしたり、用字用語を統一していったり、あるいは文体なども統一したり、あとまあ人名国名外来語、あと特にサイエンスの分野では学術用語などそういうタームを統一していくと、そういう作業がまあ広く原稿整理と言われています。でこれはまあ編集者の重要な仕事でして、いただいた原稿を
まあ、昔的には、印刷所に回す前にって感じですね。まあ、今でも次のステップ回す前にまず最初に原稿整理という形で、手を入れてで整えるという作業をいたします。で以下、少しこの辺の統一なり原稿整理の例を挙げて、まあ、具体的にどんなことをしているのかというのを話します。で、まあ、多少なりともこういう話、分かっていただくと、皆さん何かの知りで原稿を書くときに足しになって、そうするとまあクオリティの高いものができて編集者も助かるということになるかと思います。例えばという言葉、漢字で書くのかひらがなで書くのか、これは両方多分混ざってきます。主な、これも同じですね。で今多分2つこれから2つあないし3つの表記の仕方を出しますけれども、右は、右じゃないか、左側の方が、通常、採用するものです。でここで例えばとか主なとか、こういう副詞は大体ひらがな書きにするというのがスタンダードです。これはマスコミさん大体、新聞雑誌大体そうしていると思います。でそれぞれの媒体で、例えば朝日新聞なら朝日新聞、新聞じゃなくてもどこの雑誌ならどこの雑誌で、大体全てこういう用事用語って決まってまして、それに従ってやることになってます。でそれぞれ、まあ、もちろん媒体によって微妙に違うと思うんですけども、大まかにはそんなに変わらないのかなというふうに思ってます。で持つですね、こうやって物理的に持つときは漢字使います。ただそうじゃなくて実際に物を持ってないときですね、例えばここに挙げた興味を持つだとか、この化合物は水産機を持つ、そういう実際に持ってないときはひらがな書きするというのが割と基本です。この作成というのは2通りありますね。多分皆さんあまり意識しないで使う方がほとんどだと思いますけれども、これも例えば媒地を作る、媒地を作成するなんか、具体的にものを作る場合はこの左側の作成を使うものです。あと書類などを作成する場合ですねは、右側になります。で割とこの区別ってブロードで中間が割とあるんですけども、例えばノックアウトマウスを作成するって割と中間っぽいんですけども、多分これは意見も分かれたりするかもしれませんけども、僕はノックアウトマウスは生きてて食えるもんだから作成は左側の作成だ、僕の解釈で食えるものは左、食えないものは右ということに決めてるんですけども、まあ、あまりマウス食いたい人はいないと思いますけども、まあ、食おうと思えば食えるんで一応左側というふうにしています。これは、送り仮名ですね、行う、これ2つ表記あって、まあ、これは普通は学校でも習う常用漢字にした表に従ってやりますので、左側の行う使うが普通だと思います。一つ、これ、ひらがなで書く、アラビア数字を使う、漢数字を使う、3通りありますね。これ一つ二つ三つと実際数字示している場合は、アラビア数字使います。そうじゃなくて一つの例であるとか、そういうふうに一つって副詞的に使うこともあるんですけども、そういう時はひらがな書きをする。その一つを二つ三つに置き換えられるかどうかで判断します。二つ三つに置き換えられる使い方だったらアラビア数字を使います。これは、タンパク質、これは学術用語に近いんですけれども、基本的には今左側使ってます。昔右側の名前のつく雑誌にいたんで、これだけはこれを使えとという生活を5年半しまして、結構それ苦しくて気持ち悪かったんですけども、そこから離れたんで、左側の字を今使ってます。それが一番、左側を使う理由は何なんでしょう。結構非常につまらない理由で言うと、文科省の学術用語集でそう決められているからと。なぜそれを決めたかというと、昔的にはタンパク質の単という字が、東洋漢字になかった。それがホモホモの多分最初の理由で、そうすると、例えば教科書とかで使えないから対象の単がひらがなで単白質、多分そういう表記もご覧になったことあるかと思いますけど、そう書いていて、それはちょっとなんか変だからカタカナ書きにしようということで割とこうなったというのが、多分それが歴史的経緯だと思います。最近つまんない話です、右側の字でなければいけないということを主張する人たちが結構たくさんいるんですよ。はい、2ついて、大阪大学タンパク質という人たち、はい、それから日本タンパク質学会の人たち、はい、私も参加してますけど、その人たちは絶対右じゃなきゃいけないというんですね。言いますね、はい、いや昔はそれにタンパク質学会コースの人がいたんですけども、それがいなくなってしまったんで、なぜか、なぜかってところで、大阪大学のタンパク質研究所はこっちのタンパク質を使ってまして、文科省参加なのにいいのかなっていうのはあるんですけども。
この辺の話をいろいろ話し出すといろいろトリビア的なことがたくさん出てきます。あと専門用語の話に少し進めます。これ一つ例挙げるだけですけども、低分子量 G タンパク質と、これまああとは GTP アーゼって書く場合もありますし、GTP 結合タンパク質とか、これ基本的に3つとも全部同じものですけども、人によって、あるいは人によらなくても人の人の中でもタイミングによってドロドロ出てきちゃって違いますけども、これ基本同じものなんで同じ表記、まあ一番上にするのは普通だと思いますけれども、表記に統一します。でこれもいろいろバリエーションがあって、例えばタンパク質の質が取れて、G タンパクだけの場合もよく、タンパクが漢字になったりもしますし、GTPase のアーゼのところをカタカナ書きにする、アーゼとかタカーゼにしたり、これはいろいろバリエーションあるんですが、基本的には全て同じものを指すんだったらば、いずれかの表記をする、とにかく同じものだったら同じように書くというのは基本になる、まあ、何を選ぶかというのは当然出てくるんですけども、基本になってきます。遺伝子名とタンパク質名の表記、これ多分皆さんご存知と思うんですけども、遺伝子名は、イタリックで表記します。でタンパク質名は立体ですね、曲げない形ですから、まあ、これがん遺伝子とその産物の例で挙げますけれども、ラス遺伝子というのはこれはイタリックで書くし、産物になってタンパク質ならラスタンパク質と、こうやって立体で表記する。で、まあ、イタリックと、立体はほぼ、まあ、この通りなんですけれども、これ、大文字小文字の場合は、かなりこれはいろいろあります。でこれは例えば、生物種によって決まって、大文字小文字が決まっている場合全部大文字で書かなきゃいけないとか、決まっている場合もありますけれども、で、まあ、それはいろいろなんですけども、一番普通は、遺伝子を全部小文字で書くのが、まあ、一番基本的には普通、それからタンパク質の頭一番最初を大文字で書くのが、まあ、一番普通かなと思います。ただこれは例外というか、この規則で決まっている場合もたくさんあります。で、これもごくごく当たり前のことを書くんですけども、ゲノムにコードされているのは当たり前のことながら遺伝子です。あと実際酵素活性があるのは、タンパク質なんですけども、これがですね、実際の原稿をいただくと結構ごっちゃごちゃの表記なさる方がたくさんいます。遺伝子表記してるのに、なんか気がつくとそれが酵素であったり、立体表記してるのがなんかそれが、転写されたりという表記をする人がたくさんいます。これ私どもは二次的な、ものでもそうですし、実際現地論文パブリッシュされている現地論文でもそのあたりは混乱しているものが実際はかなりあります。でそれ、私どもちゃんと読み取ってそれが混乱しないように、きちんとこの表記を正しくするというのが大事な仕事になります。どうも今はゲノム読んじゃいますので、ゲノムと一応まあ遺伝子とその産物とも、まあ、ほぼ一体したわけじゃないですけど対応しちゃうんで、どうもその辺の表記が、適当になってきちゃうというのは最近多く見られます。化合物名ですね、これはいつもお話しする例なんですけれども、皆さんよくご存知の ATP という化合物があるかと思います。形はこんな形ですね。でこれの名称、正式名は何かというと、アデノシン三リン酸というのが名前になります。で英語で書くと、まあ、下に書いたようにアデノシントリフォスフェート、でこの3というのを一応関数字で書くという決まりになっています。でもう一つですね、 IP3、 これは3というのを下付きに書く場合も多くありますけれども、これ、こういう物質ですね。これ名前何かというと、イノシトール、145トリスリン酸という表記が正しくなります。英語でも同じように、イノシトールトリスフォスフェートになります。でこれはトリスリン酸という書き方が正しくて、これが上のように関数字の3になってしまったり、あるいはトリになってしまったら、これは名称としては正確に言うと間違いです。でこれどう違うのかというと、この化合物の化学式見ていただければ分かる通り、上の ATP の場合はリン酸同士3つくっついています。リン酸同士ピンピンピンと3つくっついていると、これは表記としてトリフォスフェイト、日本語では三リン酸と表記する決まりになっています。 IP3 の場合は、リン酸同士はくっついていません。リン酸それぞれカーボンにくっついていて、リン酸同士はバラバラに3つくっついていると、これは表記としてはトリス
ホストリーとか正しくて取りではないというルールになっています。でこれですね、IUPAC、確か国際純粋応用科学連合という、科学系の、国際団体ですけど、そこで命名法というのは化合物に決まっていて、それに基づくのが一番正しいやり方です。でこれについて、これを日本語訳にする場合は、日本科学会の方で字訳基準というのが決まってまして、それに基づいて、金書きにするのが正しいということになってまして、もちろん慣用名があって何も必ず正式名称を使わなければいけないわけじゃない、慣用名で済むときは慣用名で全然構わないんですけれども、ただ、これ、三輪酸、トリスリン酸の場合は明確にやはり間違いなので、正しく私ども気がついたら正しくしますし、皆さんも気をつけていただけたらと思います。下のものの場合はこの分野のかなり偉い方がトリリン酸と書くので、偉い先生が書くので書いてるよって言われると困るんですけれども、正しくはこれが、正しくなります。ということで、今度略語の話を少しします。例として、APC というのを取り上げてみます。これ APC という略語、分野によってパッとこれ見たとき頭に浮かぶものが、違ってくるんじゃないかなと思います。でこれが一番普通かなと個人的には思うんですけど、アデノマトーシス、ポリポーシス、コーリー、大腸がんの遺伝子ですね、がん遺伝子、これは APC と呼ばれます。でこれもかなり多いと思いますけれども、アナフェーズプロモーティングコンプレックス、後期促進因子、これは細胞周期の細胞分裂の周期の時に出てくる、重要な、コンプレックス因子ですね。あと免疫の人だとこれが浮かぶ、アンチゲンプレゼンティングセル、抗原提示細胞、これが出てくるのかなというふうに思います。これちょっとあんまりポピュラーじゃないんですけども、分野によっては、活性化プロテイン A もこれは APC と使っているの、方がいらっしゃいます。でこれら略語それぞれ分野的に違うので、もちろんきちんと定義することは大事ですし、それを使う使わないというのはやはり考えなければいけないと思います。で英語の略語にはもう一つ側面がありまして、これ私の昔いた雑誌の略称、タンパク質拡散酵素、英文の略称は PNE で、古典的には単核酵と呼ばれてまして、昔の古い方は単核酵と呼ぶんですけれども、この2つ略語があります。それでですね、2つあるんですけれども、この単核酵という略語は誰も間違いないんですね。これを間違って使う人はいなくて、ほぼ 100% の人が正確に単核酵という略語を使い、かつ卵核酵と言われると知ってる人は必ず1対1で対応する。ただこの PNE という略語は実は皆さんしょっちゅう間違える。私どもの雑誌の略語を使うの PNE ってちゃんと使ってくればいいんだけど、 PNE が PEN になったり、順番が変わったり、 E が他のものになったり、非常に間違えられる。でやはり日本人はアルファベットの認識能力が低いんですね。アルファベット単括弧ってそれぞれの文字に意味がありますから、認識できる。でアルファベットはそれぞれの文字に全く意味がないんで、認識がやっぱりすごい、外国人はどうなのか全然分かんないんですけども、日本人はやっぱ認識度が低くて、やっぱきちんと認識できない。そういう意味ではやっぱ略語、特に英語の略語はあまり使わない方がいいのかなというふうに思ってます。で実際新着年表のレビューでは基本的に略語は使わないことにしています。よっぽど煩雑になれば使いますけれども、それよりも、書き下ろした方が、多くの人にとって分かりやすいので、そういうふうにしています。ですから略語を使うときはやはり気をつけなければいけないというふうに思います。あと略語を使い出すとやたら入れちゃうんですね。必要ないのに何度も何度もポンポコポンポコ入れちゃって、そこにこの略語入ってなくてもいいのにという場合もあるので、そういう面でも注意が必要かと思います。はい、先ほど、一文一文の吟味ということを申し上げました。具体的にどういうことを吟味しているのか、例えば、かかりよけです。日本語、英語でもそうですけども、主語と述語が、一致している、正しい文章を一致している必要があります。ただこれが文章が長くなってくると、頭にあった主語と一番最後の述語が全然一致しなくなっちゃうというのが実際に多々あります。あと助詞の使い方ですね、いわゆるテニオ派というやつですけども、
まあ、なかなかこんなんでいいんですかというのはよくあります。能動体と受動体、まあ、表現として能動体で書く場合と受動体で書く場合とあります。でどちらがいいかは、両方の書き方は大体できるんですけれども、で原稿もそれぞれの表記で来るんですけども、どちらがいいか必ず考えます。能動体で表記した方がいいのか、受動体にした方がいいのか、まあ、スルーされるんですけども、例えばある事実、著者らはこれを明らかにした、ね、著者らによりこれが明らかになった、両方表記あるんですけど、まあ、例えばの例ですけど、それがどっちがいいのか、どっちが自然なのかは、考えます。で特に英語の場合、受動体非常に多用しますの でそれがまあ自然なんでしょうけれども、しますので、特に翻訳の文章とかになるとやたら受動体になってわけわかんなくなっちゃうみたいなところもあって、そういうところも、まあ注意してより日本語っぽくなるように考えていきます。語順ですね、文章の中それぞれの語順、それぞれどういうのが一番分かりやすいのかを一文一文考えていきます。で基本的には、形容される語の前に形容する語があるのが、まあ、一番直前にあるのが一番分かりやすい。で美しい花といった時に、美しいというのが花の前に置くのが、まあ、多分基本的に一番分かりやすくて、それが美しいが春が前に行っちゃうと、その美しいがどこにかかるのかが分かんなくなっちゃうので、まあ、そういうのもあるんですが、まあ、複数の形容詞がかかる場合もあるし、そういうことがあって、語順はどうしたらいいのか一つ一つ考えていきます。句読点ですね、これはやっぱり個人的にすごい癖があって、やたら入れたがる人とやたら入れない人とあります。個人的にも僕なんかも昔やたら入れるのが好きだったんだけど、最近減らすのが好きになったりと、個人的変遷もあるかもしれませんし、まあ適当な量の句読点、あと必要なところに入れるというのは大事ですので、それも一つ一つ考えてみます。補わなきゃならない言葉があったり、熟したり言葉があったりするのはよくあります。文章の中、特に勢いに乗って書いちゃうと、肝心な言葉がスカスカ抜けてしまって、ちょっと意味が取りづらい時たくさんあります。そういう時は必要そうな言葉を足してあげます。逆に、まあ、いろんな言葉を重複してリダンダントになっちゃってる場合もよくあるので、そういう場合は取ってすっきりさせてあげます。文章ごとのつながりですね、文章がいろいろつながって、まあセンテンスができていくわけです。文章できていくわけですけれども、その文章ごとは適切な接続詞でつながっているか、場合によっては、やはりそこも飛んでいて何らかの言葉を出さなきゃならないこともたくさんあります。文章ごとがうまく伝わっているかと、今いくつ挙げましたけど、こういう一つ一つの点について一文一文吟味してあげて、まあ、日本語として分かりやすいスムーズに伝わる文章になるかを考えていきます。でこれ書いたことみんなですね、割と小学生の国語の時間みたいなこと書いてますけども、でまあ、こんなのっていうふうな印象を持つかもしれませんけども、現実にはこれができてない文章がたくさん来ます。もう、まあ、立派な、賢い方々が書いてくださっていると思いますけど、なかなかやはりそういうこと頓着だったり、まあ、時間がなかったり頓着じゃなかったり方がたくさんいますので、こういう点一つ一つ見ていくことがどうしても、必要になります。まあ、編集者の原稿整理で一文一文の吟味までやるかどうかは多分分かれると思います。出版社により編集者により、あと時間的なこともありますので分かれるかと思いますけれども、私どものところではとにかく分かりやすいと最初に書いたように、この一文一文の吟味が非常に重要と考えてまして、まあ、非常に時間を取って力を入れてやっています。あともうちょっと、違う広い意味でも足りない部分を追加しなきゃならない時があります。今これちょっと一つ例を挙げるんですけれども、ある非常に、これは、実例をちょっと文字を伏せて特定できないような形で表現しているんですが、ある有名ラボからいただいた原稿なんですけども、ある X というものをノックアウトマウスを作ってみたら Y という現象が起こって、チップ解析したら Z との関連が見出された、まあ、端的に言うとこう書いてあって、それぞれの XYZ っていうのは単語が入るんですけど、なんだかよく分かんないんですね。これなんだよって、どうも大発見らしいんです。大発見らしいんだけど、これじゃあどういう生物学的な意味があるのか、まあ、さっぱりわからないと。どうしたものかなということで、原著論文を読んでみたり、あといろいろちょっと調べたりしてみたところ、この X というのは実はヒストンと脱滅イルカ酵素だったんですね。で、その Y というのは自然免疫の分野では非常に重要な現象。それ僕知らなかったんですけど、そういう自然免疫の人は分かっている重要な現象らしい。
でこの Z というのは免疫応答で非常に中心となる、まあ、転写因子だったと。でもう一つ、論文を読んでみると X は Z の遺伝子プロモーターをターゲットとしていると。でここまで分かってこれを、足してあげました。で結局この論文はどういうことかというと免疫応答においてヒストン脱滅阻害酵素を介するエピジネティックな制御が行われているということを初めて分かったという非常に面白い仕事だったらしいんですけども、最初読んだ時ははっきりとそれが全く分かりませんでした。でそれをちゃんと分かるようにちょっとまあこれはもちろん極端な例を出したんですけども分かるようにしてあげるのも、まあ、今回少なくとも新着の論文例では私どもの仕事だと思っています。で、まあ、あまりこれ読んでもらって個人が特定されたりすると困るんですけれども、大体イメージとして赤で直してますけどこんなぐらいが平均的な直し方です。いただいた点をこんな感じで直して、整えていきます。はい、一部一部を直すというのは多分よくわかる、はい、ウェルディファイトだと思うんですけれど、ただ読んで本当に先ほどのその次の例のように読んで全然わからないはいという時にかなり大幅に書き換えないとそれが説明できない、もしくは大幅に付け加えないとわからないという、はい、状況になったので、はい、そしたらどういうふうなやり取りをしながらそれを進めるかというのをもう少し基本的にはですね、さっきみたいな感じで、まあ、かなり手を入れるわけです。でそれは、内容的に踏み込む場合もありますし、もっといろんな場所、レベルもあるんですけども、これ著書構成を行いますのでその際に確認を取っていただくという形になります。結局例えば飯田さんが書いてしまってそれをこういう意味ですねというふうに、はい、そうです、はい、でこれをまあ、いろいろ時間的なこともあったりですね、それぞれにいろいろパターンはあるんですけども少なくとも今回の場合はもらった原稿はいう形で手に入れて、ゲラという形でそれを整えてこういうふうになりますけどいいですかという形でお見せします。でさっきの赤いやつも一緒につけます。どこをどう直したか分かんないところもあるんで一応さっきの赤いやつワードの、修正記録のやつで取ってるんですが、それとあと結果的な綺麗になったものを渡してそれで直していただく。でただ現実的に言うとそうやって直してもらってこれはダメだと言われたのは今までの激しく反発されたのは 1% にも満たない。今まで先ほど270何本73本出していると言ってそれでトラブルに近い形になってかなり相手が怒ったり難癖つけてきたりした場合は今までで1例か2例というのはあれなので、まあ、1% に満たない。それはまあ、それは全員が納得しているかどうか分からない。まあ、いいやと思ってる。ろくに見てない人もいるかもしれないし、まあいいや、まあ、腹立つけど黙ってようと思ったかもしれない。それは分からないんですけど、具体的に、いろいろ面倒くさくなったのは、今まで2例で、大体、それはちょっと低すぎるなと思うんですけども、今までの経験的に、ああいう形で、かなり面倒くさいことになるのは、そうですね、5% とか、そう。タンパク質拡散酵素をやってる時の年間にそれこそ怒って電話かけてくる人が2人3人そんなくらいかな。毎月なんて絶対ないから、季節に1回あるかないかぐらいですね。もちろんそれはできてなかったら怒ると思うんですよ。多少なりともそれができてるから、間違ってないから怒られないんだとは思うんですけれども、まあ、大体そんな感じで、そういう意味で逆に、あとそうですね、どこまで本当かも分かりませんけれども5人に1人から10人に1人ぐらいの方は、たくさん手を入れて直してくれてありがとうございますとおかげさまでよくなりましたと言ってくれる人が本当にそう思ってるかまた別なんですけど闇なのかもしれないのか分かんないだけかもしれないんですが5人に1人ぐらいですね持ってるかな、そのぐらいの方はまあそういう感想を持って返してくれる。ちょっと話変わって頭脳政策の話をします。新着論文レビューでは基本的に図は全部作り直しています。全部きれいなものにしています。でそれは、特に今専門外の読者を対象したときに、まあ、領域に外役を把握できるよう、まあ、分かりやすいためという視点でやっています。であとはですね、フォントですとか線の太さ、あと矢印の形、あとまあ全体の雰囲気みたいのを、まあ、新着論文レビュー全体として揃えることで、まあ、きれいな見やすい美しいものを作りたいと。で、まあ、あと大きさとかもですね、適切な形を大きさにする必要がやっぱりあるので、作り直しています。あと大きな問題はですね、幼児用語を本文と一致させる必要があります。
でこれですね、図というのは大体皆さんお書きになるとき考えれば分かると思うんですけど、後から作る場合が多い。本文書いておいて後から作るんで、そこに時間差が生じてしまって中の用字とかがちょっとずれちゃうときがある。あとはもう一つは使い回す場合が多い。本文書いちゃってこれに何かいい図はないかないって、あ、この前作ったあれを直せばいいやとなったときに、そもそも目的がやっぱりちょっとずれたりしている場合は、用語や用字が違ったり、ひどいとちょっとピントがずれちゃってる図が来る場合もたくさんあります。ということで、まあ、直して、まあ、その辺をうまく一致させる必要があると。で、後で著作権の話をするんですけれども、その関係から、全く同じものが載せられなくてこちらで直して違うものとして出す必要がある場合もあります。ということで、図の制作というのも実際の制作自体はですね、専門のデザイナーにやっていただいてるんですけども、どういうふうに直すかを指示しなきゃいけないようなもので、それも編集者の重要な仕事になります。で、よく思ってるのは、実際パッと見て読むかどうか決めるというのは、図というのは非常にウェイト高いです。で、いくら文章が分かりやすかったりきれいに書いてあっても、読むか読まないか決めるのは、それは実際意味、文章がうまいかどうか意味がなくて、パッと見た印象に関わってくるのは全体のレイアウトだったり、あとは目立つ図であったりする。そういうことで、やはりきれいな図を作るというのは非常に重要です。あとは、特にサイエンスにおいて内容を理解するということにあたっては、図の助けというのは欠かせないものですから、まあ、図は非常に重要だなというふうに考えています。で、特にこういうですね、現地論文は別なんですけれども、特にこういうレビューみたいな形ではできるだけ情報量を減らしてシンプルに作るのがやはりコツじゃないかなというふうに私は思っています。あとは、まあ、さっさん出てきますけれども、対象の読者を考えると、これを見る人は誰なんだかを考えて、それに合わせて分かりやすいものをするというのが非常に重要だと思います。さて、ここまで、編集の話をしてきましたけれども、ここから、話題をガラッと変えまして、今度は、著作権とかそういう絡みの話をしたいと思います。で、ここでコンテンツは誰のものと書きました。いわゆるサイエンスにおける、論文なりレビューなりのコンテンツ、ある程度みんなで共有する仕組みが必要じゃないかなというふうに思っています。で、この共有というのが、今回のお話しするテーマで、先ほどの2つ目のキーワードになります。どういうことかというとですね、こういう私どもでやっているような世界の場合、各方の書き手の著者も読み手の読者の方も基本的には同じ科学コミュニティの一員なわけですね。で、著者が読者になったり、ある時はまた著者が読者になったりと、基本的に、同じコミュニティにいます。それから、いわゆるこのコミュニティの科学者の皆さんは、職業は科学者であって文筆業じゃない。基本的にそうした人の給料は研究をやることで、まあ、所属する機関からもらってるわけで、原稿料を書くと多少なりともらえるんですけども、それで食ってる人は実際はいないんですね。だから、まあ、普通の職業的な小説家とかとはちょっとこの事情は違うだろうと。で、もう一つ、これは書いて原稿料をもらうことに価値があるんではなくて、書いたものを読んでもらって、そして、まあ、特に論文などですね、引用してもらって、これを初めて価値が生じるんだと。それ書いたものを自分のものだからって囲い込んで、すごいクローズの世界で見てもらっても、ある意味意味がなくて、広く、みんなにたくさんの人に見てもらう、できるだけ多くの人に読んでもらって引用してもらうということが、非常に重要な世界であるということです。で、知的財産と公開、共有と保護ということなんですが、すごいでかい話なんですけども、科学、サイエンスというのは、ある知見が発表されて、それをもとに同じ人、あるいは別の人が新たな知見をまた加えることで、どんどんこれまで進歩してきました。それは、まあ、昔の古代ギリシャのアルキメデスの時代から、ニュートンの時代から、それは同じことで、ある人は発見したことに基づいて、また別の方がそれを発見して、そういうことで科学はどんどん進歩してきたことという背景があります。そういう中では、例えば論文とかそういう知的財産を公開してみんなで読んでもらって、それを共有するということが、サイエンスの進歩にとっては非常に重要だという側面があります。で、それとは全く別の側面もあって、知的財産を今度逆に保護して独占的に利益を与えて、それをインセンティブとするという仕組みもあって、それもまた必要です。で、端的にはこれは著作権もそうなんですが、特許権みたいなのがそうでして、特許権なんかは例えば発明した人のをその発明という知的財産を
一定期間保護してその人に独占的に利益を与えさせる、それをまあインセンティブとするという仕組みです。でまあこの2つ、完全にではないですけどもある程度対立する側面があって、ただその両方がまあサイエンスにとって重要であるということで、この今出てきた著作権というものについてしばらくお話しします。で、これは著作権とは何か、これは、著作者が、著作物に対して生じる、この著作物を排他的独占的に利用して、利益を受ける権利です。でここで、排他的だとか独占的だという言葉が出てくることが分かるように、公開だとか共有だとかということとある意味相反する概念です。でその中にはどういうものがあるか、それをコピーを作る複製権、それから、テレビラジオ、現代的には、インターネットで流したりする公衆送信権、ほかは、譲渡権、翻訳権、本音権、二次著作物の利用権など、法律で定められたいくつかの権利があります。でこれらの権利は、他人に譲渡したり、あるいは売っ払っちゃったり、あと利用許可すること、部分的に利用許可することは可能なものです。で財産権の一つであるというふうに考えられています。だから、売っちゃったり質に入れたりあるいは相続したり、そういうことが可能な権利になります。で、より広い著作権には、著作人格権というものがあって、それまたちょっと別の概念なんですけれども、財産権ではない著作権というのもあります。それはどういうことかというと、例えばそれを発表する権利、発表するかどうか、どこに発表するか、あるいはどういうペンネーム、自分の本名で発表するか、匿名で発表するか、どういうペンネームで発表するかという発表する権利というのは、著作には、著作人格権として付随しています。それから、それを勝手に改変されない権利というのもあります。同一権と。自分の著作物を他人に許可なく改変されない権利というのがあって、その2つは、著作人格権と呼んでいて、今話する、著作財産権とは別のもの。それは著作者に固有に存在するもので相続したり、売っ払っちゃいすることはできません。ただこれからちょっと著作財産権について話をします。で誰が著作権を持っているのか、でこれは、サイエンスにおける出版物における、著作権のが誰があるかという話なんですが、国際科学出版社の出版するジャーナルの大半、例えばネイチャーでもセルでもそうなんですけれども、これらの論文は、著者から著作権の起点を受けています。それで出版社の方が著作権を持っています。皆さんが多分海外の、ジャーナルに投稿してそれが受理されますと、何かのタイミングでコピーライトトランスファーステートメントという書類が来て、それにサインして出すようにと言われます。これはどういう書類かというと、著作権を著者たる自分から出版社に移しますよという書類です。ですから、ネイチャーの論文は著者のものではなくてネイチャーのものなわけです。でそれに対して、国内の出版社、国内の科学出版社の出す、特に和文のものですね、雑誌書籍の多くでは、著作権は大体において、著者が保持したままです。で、出版社はその著者から、著作物の利用許諾という形でそれを複製して販売する権利だけを譲り受けて、原稿料の代償として譲り受けて、それで、出版ということを行っています。ですから、その場合は、著作権は著者がそのまま持っている。ただこの場合もですね、本来的にはですね、雑誌などにおいてもこの著作物の利用許諾の契約を交わさなければいけないんですけども、日本の出版社は特に雑誌においては全くそれは多分やってないと思います。今までの慣例慣れ合いでやっていて、法的に解釈するとこういうことなんですけど、皆さんちょっとよくわからないままやっている場合がほとんどだと思います。これは個人的にはあまり良くないことだと思うんですけども、現実的にはまあ何々でやられている場合がほとんどだと。でここで、著作権の概念の中、次は引用という、概念があります。公表された著作物は引用することができます。でこの引用とは何かというと、これはある条件の下での、無断使用です。でこれは著作権者、著作権を持っている人も許可なく行うことができる、著作権法で定められた合法的な行為です。でよくですね、ウェブページなんか見ると無断引用お断りって書いてあるやつあるんですね。でこれは間違いで、無断引用は無断でやって構わないことなので、無断引用はお断りしたくてもお断りはできません。
でただ、これちょっとまた別の話になりますけども、データとかアイデアとかは、著作物とは認められていません。著作物の創作性がないといけない、創作性のあるものに対して著作物とするというふうになっているので、データやアイデアは創作性がないと、それはちょっと疑問なんですけど、ないと言われています。ですからこれは著作権法によって保護されません。ですから論文自体は創作性があるから著作物だと判断されています。論文のデータは創作性がないから著作物ではない。それの根拠が誰がやっても同じ数字が出るから。これは生物系の実験やってる人はそんなこと絶対ないのは分かると思うんですけれども、法的にはそれはデータというのは同じ実験やったら誰でも同じ実験が出るも結果が出るもんだから、それは創作性がなくて著作物じゃないよ。ただ論文は同じデータを元にしても書く人によって書くことが違うから、それは創作性があって創作物だよという解釈のようです。はい、基本的にですね、著作権法は、国際条約、ベルヌ条約ですとかバンコク諸国条約があって、国際的に、認められているものです。ほぼ同一の、形態を取っていて、細かくは、国内各国によって微妙に違うんですけれども、今日話しているようなことは基本的にどこの国でも同じです。細かくはたくさん違いありますけれども、そこに発言しちゃうと全く別の話になってしまうので、今日は、しません。例えば今データは著作物ではないって言いましたけど、何が著作物になるかという細かいのは多分各国によって、あとは時間的な流れによって違ってきちゃう面もあります。これはかなり原則的な話をしているので、個々の細かい例になっていると例外が出てきちゃったり違ってきちゃうことも出てきます。はい、で戻りますと、ただデータが著作物じゃないから著作権法では保護されないんだけれども、勝手に使っちゃえば当たり前のことが、それは盗作、剽窃、それは当然許されることではない。これは全く著作権法とはまた別の話です。で、この引用の定義なんですけれども、法律の条文を挙げますと、これは著作権法の第32条ですね、公表された著作物は引用して利用することができる。この場合において、その引用は公正な刊行に合致するものであり、かつ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。なんだかちょっとよく分かんないんですけども、少なくともここには研究というフレーズが入っているぞと。これは最高裁の判例です。紹介、参照、論評その他の目的で、著作物中に他人の著作物の原則と一部を再録すること、これが法的には引用の定義とされてまして、かつ、法的に、見てると引用条件というのはきちんと定められています。これだけ満たせば引用だというのが定められています。まず一つは、引用元が公表された著作物であることが条件です。公表されていないものというのは引用できません。何かの形で知ってもそれを、公表されていないものはできません。それから必然性があること、引用するにはその引用するだけの理由、きちんとした理由、必然性がないものは引用はできません。質的にも量的にも引用先が主で引用部分が従の関係にあること。例を挙げて簡単に言うと、何かを例えば1ページダラダラダラと引用しておいて、最後に自分の考えとして私はその意見は違うと思うと書くのは引用にならないんですね。それは引用した元の方が主になっちゃって、自分の、引用先が従になってしまっている。あくまで、引用というのはその元となる分の補強として従の関係として使う必要があります。あとは、本文と引用部分が明らかに区別できること。これはまあ普通よくやるのは、例えば鍵括弧で囲ったり、段落を変えたりして、その部分の引用であることが明確に分かるようにする必要があります。あと、出所を明示すること。これはもう法律にもきちんと条文がありまして、どこから取ったかとか、出典をきちんと明記する必要があります。逆に言うと、この条件を満たしさえすれば、先ほど言ったように、著作権者の許可なく、引用を行うことができるわけです。ところが、引用と似た概念で転載という概念があります。今言ったように引用ということになるなら、先の条件を満たすことで著作権者の許可はいらないんですけれども、この、引用の範囲、引用の条件を超えて文章や図表などを既存の出版物から別の出版物、別のコンテンツに移すことは転載であって、この場合には著作権者
それから、その出版権を持っている出版権者の許可が必要とされています。でこの違いどこにあるのか非常に微妙なんですけれども、基本的には、先ほどの条件の中であくまでその部分が、住の関係であるかというのがまず大事なポイントになります。それから、著作権なり出版社なりその権利を侵害していないかということがポイントになります。言うと、著作者なり出版社なりが苦労して作ったものお金かけて作ったものを勝手にそれを使ってそれを、まあ、許可なく勝手に使っちゃいけないよという概念になります。でもうちょっと、具体的に、しますと、まあ、これ今現状もそうですし昔の雑誌やってた頃のガイドラインなんですけれども、基本的には、一次論文に掲載したデータは、引用することは問題なく引用という形でできます。まあ、さっき言ったようにデータは、適切著作物でないという面もありますので、一次論文のデータは、それを取ってきてあるいはそれから削除したりするのも自由にできます。あと公的なデータベースからもこれは引用は可能です。まあ、データベースも、ものによっては著作物とは見なされていませんし、そこに編集性のあるものは著作物と見なされていますけれども、単に例えば50音順で取ってきたものは、著作物とは見なされません。一つの例は50音別の電話帳は著作物じゃないけれども職業別電話帳は著作物であるというふうなことはよく言われます。50音順はただ、相用順に取ってきただけなのでそこに全く創作性はないから著作物。職業別電話帳は、電話帳って今ほとんどないですね、は、それなりにちゃんと職業別区分してそれなりに創作性があるので、著作物であるというふうに言われています。あと写真およびイラストですね、イラスト的なもの、これはそれもの自体として著作物というふうに判断されますので、これは持ってきちゃうと転載になります。これは引用というふうには言えません。そのまま持ってきちゃったらこれは転載です。あと関連するんですけれども、新聞の紙面というのは非常にうるさいです。新聞の紙面はそれ自体で著作物と言ってて、実際法的に判断すると微妙なんだと思うんですけれども、新聞社は非常に強硬でそれは著作物なんだから勝手にそれを新聞のコピーを使うのはまかりならんというのが新聞社の立場で、非常にうるさいです。でも同じように一次論文ではない、雑誌なり書籍から取る場合はこれは、慎重にする必要があると思います。引用なのか転載なのかは非常に微妙です。でやっぱりまあよくわからないと思うんですけれども、大事な点はとにかく先ほど書いたように引用であることを明確にする、ここからここまでは引用なんだよということを明確にして、そして必ず出典をつけることです。でこれさえしてればよほど何か、常識を超えたような悪質なことがない限り大きなトラブルに生じることはないと思います。逆にこれをしてないとトラブルが生じますので、必ずどこが引用で出典はどこなのかというのは、常に気をつけてください。であと具体的には不明な点は出版社であったり編集者に相談するのが一番だと思います。でこのですね、引用と転載の区別というのは一つは、言葉として概念としてはっきり言うのは難しいんですね。でその一つ一つの事例としてこれが元であってこうしたいんだけどそれは引用か転載かといった時にやっぱりある程度初めて判断できるという面があるので、包括的にこうというふうに決めるのが非常に難しい面があります。あと非常にグレーなところが強くて、明らかに引用明らかに転載の間に非常に幅があってグレーなラインがいっぱいあって、どこで線を切るかというのは非常に難しいので、大体出版社どこの出版社でもガイドラインがあって、これは引用にするけどこれは転載にして許可を取るっていうのは大体決まってると思います。まあ、一応それで出版社は決まってますし、編集者は一応専門なのでそれに相談して具体的にこれをこうしたいんだけどどうかというふうにするのが、一番いいのかなというふうに思います。で、公開性と著作権ということで、まあ、これは先ほども言いましたけれども、まあ、サイエンスにおいてはやはり著作権によって、まあ、制約を設けて著者なり出版社なりが多大な利益を得るなんかことよりも、やはりみんな同じコミュニティなので広く、出版社も含めて広く共有することで、科学コミュニティ全体の利益とすることがやはり望ましいと思います。で、まあ、著者にとってもわずかな原稿料をもらうよりも、広く読まれ、引用される方がはるかに喜ばしいでしょうと。ただ、制作、編集制作には非常にコストがかかります。それはやっぱり現実問題としてコストがかかるので、それが、誰がどのように負担するのかというのは大事です。何でも公開だからといってそれをタダにしろとか何とかいうのはやはり出版社は儲けすぎだと
最近、LSBA さんとかもよく言われてますけども、事実な面もあるんですけども、実際お金かかってる面もですね、事実があって、それはやはり、コストはやはりどう負担するのかというのはちゃんときちんと考えなければ、みんなで負担するというのは大事だと思うんですけども、は非常に大事かなというふうに思います。でもう一つ、メディアがアナログからデジタルに向かってまして、昔ながらの、これまでの雑誌なり書籍なりの紙媒体は完全な複製のできない行き止まり屋のメディアでした。要するに印刷物コピー取れますけど、まあ、コピー取ったら劣化しますし、例えばデジタルデータとしては使えない、 OCR で読み取ることできますけど、まあ、完全に正確ではないし、間違いが生じる。ところが、最近ウェブに載っているものをはじめ、最近のデジタルデータは、劣化なく、それからコストもほとんどかかることなしに複製したり、それから加工したり再利用可能ということで、メディアがもうここ10年ぐらいで、変わってしまっちゃってると。そういう時にこれから考えていかなきゃいけないのは、アナログのデータのまま寄贈されていたコンテンツ、これをまたデジタル化することを考えて、まあ、コンテンツの共有なり再利用をすること、そこにもコストかからない時代になってきたので、を有効活用を考えるべきというふうに思っています。それはまあいろんなところで進んでますけれども、もうちょっと時間がないんでその辺の話しませんけれども、考えていきたいんだというふうに思います。でその中で一つクリエイティブコモンズというものについて紹介します。これはクリエイティブコモンズライセンスというもの、 CC ライセンスというのを提供している国際的な非営利組織です。でこの CC ライセンスというのはですね、作者がこの条件を守れば、守りさえすれば特に断ったりすることなくに作品を自由に使っていいよという意思を示すツールです。でどういうことかというと、現状の法的なものだと著作権で保護するか、あるいは全く保護を外れで権利を放棄するか、その2つしかないんですね。で著作権で完全に保護する、マルシーマークがつく。そうじゃなかったらもう著作権は一切ありませんよと。パブリックドメインというんですけども、あるいは著作権が昔のもの切れちゃったものはそれになるんですけども、放棄するか、その2つに1つしかないんですけども、クリエイティブコモンズの CC ライセンス、その中間領域、その限定されたある条件だったら自由に使っていいですよと。勝手に自由に使っていいですけど、この条件を守ってくださいというこの中間の権利を主張する、そういうライセンス形式になります。で基本的には、ね、一番の基本は作品のクレジットの表記です。で、この作品は誰々さんが作りました、何年作りましたのクレジットを表記する、このマークなんですけど、それがまず、一番基本の条件になります。であとはまあそれぞれ、作者が選べるんですけど、例えば非営利、営利目的で使用してほしくない、自由に使っていいんだけど営利目的やめてほしいというマークがあります。そういうカテゴリーがあります。あとは改変禁止、これこのまま使ってほしいと、勝手にいじんないで元の作品のまま使ってほしいという、例えば、カテゴリーもあります。継承、これはですね、元の作品をまた改変して使ってくれて構わないんだけど CC ライセンスを変えないでくれ、同じ CC ライセンスのまま使ってくれという継承と、この4つの組み合わせ側から6つのライセンスが作られてまって、作者はその中で自分の使いたいものを選んでそれを指定することができる。例えば、まあ、クレジット表示は一番基本になるんですけど、 A に使ってほしくないときはこの2つのマークを使った表示で、非営利の条件をつければそういう条件のもとを皆さん自由に使える、ただ A には使えない、あるいはそれに改変を加えてつけないというのをつける、そういうことが可能になります。で詳しくはこちら、日本の、クリエイティブコモンズのホームページがあるので、そちらで詳しく解説があります。で、この戻ってまいりまして、新着論文レビューの著作権なんですけども、著作権はそれぞれの著者が保持する形をとっています。ただ、今言った、CC ライセンスの、CC 表示ですね、クレジットだけつければいいという、自由に使っていいという形のこの CC BY というライセンスにしてまして、その結果、まあ、クレジットの明記することを条件に、営利目的での二次利用も含めまして転載改変再利用、これらが自由に行われるという、著作権の、クレジットになっています。ですから、初心着論文レビューのものは、誰でもクレジットさえつけてくれれば誰でも自由に何でも好きなように使ってくださって結構です。で、図に関しては先ほどもちょっと出ましたけれども、公解度の、
解像度の高い JPEG ファイルが用意してまして、これをダウンロードして落として自分で使うことが可能です。で、必要なら自由に使ってくださって結構ということで、まあ公開共有ということを話してきましたけれども、うまくこういうコンテンツ共有することで皆さんサイエンスの血の巡りが良くなって皆さんも役立てばいいなというふうに思ってます。はい、最後の話題、短い時間なんですけど、最後の話題になります。なぜ、DBCLS ライフサイエンス統合データベースセンターでコンテンツということで、なんでやってんだ。これ、このコンテンツ、日本語のコンテンツが、データベースの統合において非常に重要だと思っています。そういう理由で、コンテンツをやっています。で、この統合というのが先ほどの3つの、キーワードの最後キーワードの1つになっています。どういうことかというと、統合データベースちょっと全然説明しなかったんですけども、国内にも、500とか600とか数え切れないぐらい数のデータベースが散在していると。で、それどこにあるかもわからないし、それぞれを合わせて使うことができない。それをなんとかうまくどこにあるか分かって、うまくそれを合わせて横断的に検索することができたら便利なんだから、そういうふうにしようよというプロジェクトなんですけれども、バラバラなデータベースが統合できたとして、そのバラバラなデータベースを横断的に検索したとしても得られるのはやっぱりバラバラなデータしか出てこないと。で、そのバラバラなデータをつないで理解しなきゃいけないんだけど、それをつなぐのに日本語コンテンツはとっても役に立つんだよということです。で、例を挙げて説明しますと、統合データベースというのが、まだ完成してないんですけども、これからどんどんできてきますが、できたとして、その統合データベースに何かクエリを投げるとします。それは例えば遺伝子名であったり、自分の興味ある、あるいは見つけてきた配列でも何でもいいんですけど、何かそれを、入れて検索を行ってみようと。そうすると、多分いろんなデータが返ってくると思います。いろんなデータベースがありますから、いろんなデータが返ってきます。例えばオミクスのデータ、発現遺伝子の発現データであったり、例えば相互作用、タンパク質タンパク質相互作用であったり、いろんな、カイネーズの基質であったり、そういう基質のデータであったり、あるいはなんか物理化学的な物性だとか、そういうことのデータが返ってくるかもしれない。いろんなデータが返ってきても、なんかよく分かんないものだったら、結局はなんかよく分かんない。それだけじゃやっぱり役に立たなくて、他のそれらをつなぐ情報が必ず必要です。で、基本的には例えば文献情報は必ず多分ついてると思います。それがどういう文献であって、どういう文脈で、調べられた情報なのか、あるいは用語解説みたいなものもやっぱり必要で、それがどういう意味があるのかというのも、情報として必要になってくる。で、そういった中、日本語での分かりやすい情報があったらより良い。それで、容易にさまざまなバラバラなデータをつないで理解することができるじゃないかということです。ということで、この統合データベースに、今日本語コンテンツがある、新着論文レビューがある、いい統合という観点とデータベースという観点、2つで意義があると思っています。統合については今話しました。ノリとしてデータベースを支えてつなぐ、複数のデータベースを横断した検索でヒットして、それをサポートする情報になると。統合という意味において非常に意義がある。もう一つ、データベースという意味においても意味があると思ってまして、アーカイブとしての意義になり価値があるだろうと。もうすでに1年半やって270以上のコンテンツがあると。で、これから年間150ずつ増やしていくというになると、それだけで非常な情報量、非常なデータベースと、一つのデータベースとしての価値が出てくる。もうこれはもう量と、あと、時間的に続けていくことが大事なんですけれども、そういうことで新たな価値が生じてくるだろう。で、そういう中、例えば、情報系の人たち、興味を持ってくれているのは、それからデータマイニングということ、いろいろ情報学的な手法によっていろいろ新しいことが出てくるんじゃないか。あとは、言語学的な解釈、立場の方は日本語コーパス、言語学の材料としていろんなことが分かってくるんじゃないかというふうに興味を持ってくれている人もたくさんいます。ということで、新着論文レビュー、統合という観点の中で非常に意味があるんだという話を最後にさせていただきました。ということで、信頼できるコンテンツとしてときましたが、これまでずっと歴史的に、良質な日本語のコンテンツは主に、出版社が紙媒体の形で、商業活動の中で、提供発信してきました。ところが、紙媒体や差し体のコンテンツ自体の読む研究者が年々減ってしまっていると、特に若い人もたくさん読まなくなっていると。で、それによって、
言ってしまうと私の持っていた雑誌も潰れたみたいに、雑誌自体あるいはコンテンツ自体出していくのもだんだん難しくなって苦しくなってきている。そういう中で、良質なコンテンツの提供という中で、これまで出版社が行ってきているのは少しずつ弱くなって失われつつあるというのが現状です。でそれを、まあ補うのがウェブのコンテンツなんですけれども、現状ウェブのコンテンツはなかなか良質かつ信頼というところではちょっと欠ける面が多いんですが、そんな中、良質で信頼できる日本コンテンツを我々は出していこうと、そういうのがこれから求められていくと、これからどんどん出していこうというのが我々の活動、そして私の考えていることです。これは最後におまけです。いつもこれまで話していることですけれども、僕からも一応お願いといえばお願いで、皆さん若い人たち多いと思いますけれども、できるだけみんな、視野を持って、生命科学全般、自分の専門だけじゃなくて生命科学全般を見てほしいなと思ってます。そしてその時特に、知的好奇心を持って新たな知見をエンターテインメントとして楽しんでくれたらなというふうに思います。皆さん個々の自分のお仕事、自分の研究、自分の専門分野でお忙しいと思いますけれども、できるだけこういうふうな好奇心を持って広い視野を持ってというふうに臨んでいます。で私のやっている新着論文レビューはそれの少しでも助けになればというふうに思って、活動しています。以上になります。どうも最後駆け足になりましたけども、ありがとうございました。